10年前に体験した心霊話を垂れ流す。暇つぶしに一本いかがか。だったからゆるゆる書くわ。いやもう寝るから早く書け。おう？私の唯一の霊体験は、友人 A 子の家でだけだった。A 子は当時、悪質なストーカーに悩まされていて、ついに命の危機を感じるレベルまで追い込まれて引っ越しを決意した。不動産屋に飛び込んでこれこれこうでと事情を話し、今日明日にでも引っ越せる部屋はないかと聞いたところ。一つあります。と出された物件の情報はありえないものだった。築年数こそ普通だけど、都心繁華街に近い 2LDK、敷礼なし、即日化、それで6万いかないくらい。怪しさ満点だろ。と付き添いの私でさえ顔に出てたと思う。不動産屋もそれを察してなのか。正直に言います。と。人情沙汰はあったけれどこの部屋で死人が出たことはない。家に帰ると部屋が荒らされていて一度は警察を呼ぶことになる。女がいると言って入居者は半年もたずに出ていく。お払いやら何やら試し済みだけど効果はない。やべえよやべえよと思ったけど A 子は。それは放火未遂を起こしたりしましたか？とだけ聞き、さすがにそれはないと聞くと即契約してしまった。やべえよやべえよ。放火する人間より散らかす幽霊がいい。は名言として今も私の中で語り継がれている。さすがに即入居とはならなかったけど、ほぼ夜逃げ状態で A 子は訳あり物件へ引っ越した。警察やらを介入させて、ストーカー問題を片付けるのに2ヶ月くらいかかったと思う。友人たちで A 子の無事を祝い集まった時に、そういえば家大丈夫なの？と聞いてみた。引っ越してから一度も A 子の口から幽霊という単語は出ていなかったから、不動産屋が大げさに言っただけで当たり物件を引いたのかと。しかし A 子はさらりと。いるよ、女の子。クローゼットの中にいる。と返した。A 子の家は玄関入ってすぐに一部屋、奥にリビングともう一部屋という間取りで、不動産屋が言うには、玄関横の一部屋あたりがハザードポイントだと言っていた。そしてまさにそこに出るらしい。家に帰ると靴が収納から全部出されてぐっちゃぐちゃ。また別の日は、リネン系をまとめてぐっちゃぐちゃ。ハザードルームの前にあるトイレから出ると、人影がその部屋に入っていくのと遭遇。その後部屋の中のクローゼットが閉まる音がする。お風呂に入っているとドアの前、スリド越しに人影が立つ。これらのどれかが一日一回は必ず起こるらしい。いいねいいね。ああ、先に言っとくけど大して面白い話じゃないよ。怖くもないと思う。今まで5人ぐらいに話したけど誰にも信じてもらえんかった。信じるよ僕。A 子は気道楽だった。物持ちもいいしセンスもいいから、衣服を捨てるということは滅多にない。約10年経った今でも、当時の服を着回してるのにすごいオシャレ。そんな A 子、そのハザードルームを衣装部屋としてフル活用していたらしい。そしてそこに住んでいる幽霊、A 子の衣服でコーディネートして遊んでいた。服は上から下まで、たまに靴とバッグを添えて床に置いてあるらしい。幽霊コーデはクソダサい。15点とか、その日の採点をつぶやいてから A 子でかける。帰ると。衣装部屋保管の靴が左右入れ替えられたりする。バッグの中に下着が詰め込まれたりする。上下のセットアップがバラバラに保管される。ということが起きている。評価低くて腹立つならセンス磨け。と説教しながら A 子を片付け。翌朝進行で発見。やはりクソダサい。幽霊みたいとなった私と友人の B 身で、その日は A 子の家に泊まらせてもらうことにした。お酒とか買い込んで、夜逃げ手伝いした時以来の A 子の家に行った。やっぱりすごく立地のいい場所にあって、大学入りたての小娘が住めるようなマンションじゃなかった。部屋に入っても、空気が重いとか嫌な感じがするとかは一切なくて、それどころか、綺麗好きの A 子らしくモデルルームみたいだった。あの部屋を見てから、実はお化け出るとか聞いても、誰も信じないと思う。朝風呂派の B 身を抜いて、まずシャワーを浴びようって話になった。寝巻きも貸すよう、ハザードルーム取りに行くよう。という A 子の後について、いざハザードルーム。ドアを開けて中を見た瞬間、恥ずかしながら腰が抜けて座り込んだ。薄暗い部屋の中で人間の形をしたものが、ぶら下がって揺れていた。A 子の言う通り、今思い返しても何も思い出せない。腰が抜けたままじっとその首吊り光景を見てたのに、
どんな服装してたとか顔つきや体型も、肌が肌色だったかも思い出せない。うん？ A も B もそれ見れたの？自分だけ？三人で見たよ。A 子を縦に、私と B は背中越しに部屋の中見た感じ。ただ人間の形をしているものが、首をつって揺れていたのだけ覚えてる。B みはウヒーみたいな息の抜けた声を出していて、A 子は、あらー新技ーとか言ってた。B みがすぐさまドアを閉めたのに、A 子は、二人とも T シャツとショーパンとかでいいよね？とか言いながら、中に入っていって二人分の着替えを持って出てきた。まだいた？ぶら下がってる？もういなかったよ。のほほんとしてる A 子の肝っ玉半端ねえ。あんなホラー映画みたいなの初めて。お客さん来てテンション上がってんのかな。なんていうお前のテンションもおかしいよ。この空気の中お風呂とか借りれないんですけど。ドア越しに立ってたりするけどそれだけだよ。そういう模様の扉だと思えばなんてことないよ。って言われても怖いもんは怖いし、とりあえず先に A 子にお風呂入ってもらった。残された B 美と二人、ドアを固くなに見ないよう、背中を向けて寄り添いながら聞いてたキスは、今でもよく覚えてる。おかげで今も、テンション上げたい時は自然とキスを聞くようになった。A 子さんと友達になって修行したいわ。俺ほんの少し感じることあるんだけど、毎度怖すぎて死にそうになる。なんともないよ。といたって普通に上がってきた A 子に後押され、次は私がお風呂に。超腰引けてた。さっと洗ってさっと出ようと思い、急いで服脱いで扉開けて、そこでまた腰が抜けた。あの一晩で私の腰ボロボロになったと思う。シャワーヘッドの上、天井と壁の境目あたりに手形があった。黒ずんだ手形で、ち、っていうか、なんともなくねえよ畜生、なんて思ってたけど、もうその時は涙目だった。怖くて怖くて。もしかして A 子が演出でやったとかも一瞬頭によぎったけど、綺麗好きで。家の汚れは心の汚れ。がモットーの A 子が水回りを汚すわけない。幽霊の洗礼だ。うろう。バスタオルだけ巻いてリビングに戻った。飛び込んできた私を見て。扉の模様だよ。と言われたけど、壁だし、手形模様なんてごめんだよ。とわめきながら A 子を風呂に連れてった。B 美は私のバスタオルを引っ張りながらついてくるもんだから、全裸御開帳になりそうで、それもまたハラハラさせられた。A 子のいたずらじゃないよね。とじっと浴室を見る A 子の顔を覗き込んだら、おっとり美人の A 子の顔が半若になっていた。普段ニコニコしてるばかりの人が怒ると本当に怖い。首吊りよりも手形よりも、この時の A 子が一番怖かった。幽霊なんかを怖がってた自分をぶん殴りたい。私は A 子が怒った時の方が怖いことを知った。そのまま無言で A 子はハザードルームに行った。B 美と二人くっついてたら殴ったような音が聞こえて、後に A 子がクローゼットの扉を蹴った音だったと判明。おいこら、クソデブ。人の家に何してくれてんだ。家賃も払ってない居候の分際で調子に乗るんじゃない。という怒鳴り声。いたずらと嫌がらせは違う。住まわせていただいているという謙虚な心を持ちなさい。お客様は驚かすものじゃなくてもてなすもの。一通り説教した後に。帰るまでに綺麗にしときなさいよ。綺麗にしなかったらお前の部屋は今日から洗濯機の中。毎日ぐるんぐるん回してやるわ。と言い捨てて、A 子は戻ってきた。ごめん、ちょっと外に飲み直しに行こう。でも申し訳なさそうな顔で言う A 子に、もはや逆らえない。B 美はずっと、ぐるんぐるん、ってつぶやいてた。壺に入ったらしい。近所のバーに場所を移して一息ついたら、いろんな恐怖も薄れた。そんなことよりも、A 子の半若へのメタモルフォーゼの方が問題だった。今まで幽霊の仕業に怒り一つ見せず、それどころかニコニコ話していたのに、なぜあんなにも怒ったのか。A 子曰くまず怒り狂ったのは、可愛たちだったらもっと黒よりだし、赤くもなかった。だからあれは血じゃなくて多分乾いた泥。血と違って泥は洗い流すと排水口に溜まる。昨日ピカピカにしたばかりなのに汚されたことが許せなかった。クソデブ発言。手形の跡がデブの手だった。自分より小さそうな手形なのに、指と指の間がほとんど空いてなかったからデブだと思った。お前冷静だな。うちらそんなじっくり考えながら見てなかったわ。
果たして幽霊に掃除なんてできるのか。いや、汚すことができるんだから綺麗にすることもできるはず。怪談話で汚された壊されたって話はよく聞くけど、その後の対処は語られない。やっぱり手形ついたままなんじゃない？なんて談義を繰り広げ。掃除し直しかー。とうなだれる A 子を連れて部屋に戻った。2時間くらい店にいたと思う。山手線の始発までもう少しって時間で、夏だったから結構明るくて、そのおかげで部屋に戻るのも怖くなかった。一番にお風呂に行くと、手形の痕跡なんて全くなくどこもかしこも綺麗だった。その前に A 子がお風呂に入ったはずなのに、その時の水気もなくて、浴室中を布で拭き取ったみたいだなって思ったのを、よく覚えてる。A 子は、やればできるじゃーん。と超ご機嫌で、ハザードルームに入っていった。いたずらはいいけど嫌がらせはダメ。お互い思いやりを持って暮らそうね。って幽霊に言うことじゃない。しかし A 子の切れた時の発言といい、綺麗に磨かれた浴室の具合といい、なんかシンデレラみたいだねという話になって、あの日から幽霊の名前はシンデレラになった。シンデレラ。起きた時は昼過ぎだった。昨日入れなかったお風呂を借りようとしたら、A 子が来て帰ってもいい服を貸すよと言って一式持ってきた。赤い T シャツにサックスブルーのミニスカート。あと焦げ茶のニーハイソックス。デニムジャケットに花柄キャミ、デニムのショーパン。魅惑のデニムオンデニム。繰り返すが A 子はおしゃれさんだ。こんな組み合わせをするような子じゃない。ニーハイに至っては春先に A 子が履いていたもので、季節感ガン無視コーデだった。これを着て帰れと、という顔をしてたんだと思う。こちら本日のシンデレラコーデとなります。罰ゲームじゃん。2着分置いてあるのは初めてだから、きっと2人のために用意したんだよ。笑えるダサさじゃなくて、ふっと目をそらしてしまうようなダサさといえば伝わるだろうか。ありがた迷惑だった。これが私の初めての霊体験。その後も何度か泊まらせてもらったけど、一度だけお風呂の扉越しに人影を見たのと、トイレに入ってたらやけにリズミカルなノックをされただけで終わった。シンデレラコーデは泊まるたびに用意されたけど、一向にセンスが改善された兆しは感じなかった。たまに思い出したように、最近シンデレラどうしてる？と聞くと。ビートルズやストーンズをかけると、部屋のドアが少しだけ開くようになったから、そういう音楽が好きみたい。メタルとか好きじゃない CD の中身を入れ替えられてる。ふわっふわの上等なタオルが見当たらないから、探してみたらクローゼットの中で見つけた。A 子の口からは、ほんわかエピソードしか聞くことはなかった。A 子曰く、引っ越し当初は実体あるストーカーの方が怖くって、外に出るのも嫌で、だからといって部屋に一人も心細くてどうしようもない状態だった。完全にメンタルやられていた時に、自己主張激しくシンデレラが登場するとホッとしたらしい。そういえば驚いた記憶がなく、現れると話しかけてたというので、相当追い詰められていたんだろう。もう出る時間かと思うけど質問。10年前ってことはもうそこにはいないんだよね。後で書くけどもう A 子は住んでないよ。去年賃貸情報のサイトであの部屋が掲載されてるの見つけたけど、賃料も全部適正料金になってた。あの部屋にもうシンデレラはいない。A 子が何をしても驚かず、前の住人たちみたく出て行きもしなかった。そんな時に泊まりに来た私たちがいい反応を返したから、テンション上がって浴室の犯行に至ったのかもね。あれのおかげでちゃんとしつけができたからよかったよー。と A 子が話した時には、ああこの子にとってシンデレラは、ちょっとバカな犬ぐらいの扱いなんだなと思った。A 子は大学を卒業してもその部屋に住んでいた。話にシンデレラという単語が出てくることもなくなって、私もすっかりそんなことを忘れかけていた。そんな中で久しぶりに一緒に食事に行った時、A 子の口から、引っ越しする、という話が出た。彼氏と同棲するので少し荷物は減らさなきゃいけない、処分する衣服の中で欲しいものがあれば、持って行ってという嬉しい誘いをいただいたので、何年かぶりに A 子の家へ泊まりに行った。その時私はシンデレラのことなんて綺麗さっぱり忘れていて、やっぱりリッチいいからちょっともったいないね。なんてのんきに話しながら、思い出のハザードルームに入った。そしたら、いた。部屋の奥にある切りタンスの前で、人がこちらに背中を向けて正座をしていた。相変わらずそれは、人が正座をしているだけで、体型も色も思い出せない。でも確かにいた。
シンデレラだった。A 子が明かりをつけるとやっぱり誰もいなくて、荷造りの箱から、めちゃくちゃに飛び出している服が広がってるだけだった。シンデレラまだいるの？うん、元気だよ。そうじゃねえよ。元気って。昔ほどの驚きはなかった。腰を抜かすほどあの頃は驚いて怖かったはずなのに、ああシンデレラだとストンと納得しただけだった。もらう服を選びながら、妙に散らかった部屋が気になった。らしくないねというと。荷造りしても仕事から帰ってくると全部開けられてる。と A 子は言った。おかげで全然進まないと愚痴る A 子とは違い、私は取り憑かれてるんじゃとオカルト思考が頭をよぎってしまった。シンデレラがやるの？私が出てくの寂しいのかな。やばくない？うん、このままじゃ引っ越し間に合わない。やばい。そっちじゃない。影干しとかすると着物の前で座って見てるから、着物好きみたい。着物にだけはいたずらしないし。さっきもタンスの前にいたね。一着ならあげてもいいんだけど、クローゼットの中に着物あったら借りて見つからないよね。A子みたいな人がまた住むよ。そしたらシンデレラも寂しくないね。当たり前だけどシンデレラの返事はない。でも聞いてるんだろうなと思った。霊感なんてかけらもない。階段は娯楽だと思うし、少し霊感があってとか言われると内心鼻で笑ってしまう。それでもなぜかシンデレラだけはリアルだった。それは今もそう。もらう服をまとめて、シャワーを借りて眠りについた。相変わらず A 子の家はどこもかしこも綺麗で、シンデレラのいたずらは一度もなかった。A 子のしつけは確かだった。シンデレラコーデだけは健在で、寝起きと同時に渡された一式は眠気を吹き飛ばす破壊力だった。パステルピンクのスカートに紺のジャケット、黒いショートブーツだった。この時、6月である。服のセンスは尖れば尖るほどダサくなるもんな。実はシンデレラが一番尖ってた。帰って一番にやったことは、賃貸情報の検索だった。最寄り駅から徒歩何分圏内からの条件で探して、賃貸情報が載ってないかひたすら探した。A 子の物件情報は、2、3分で見つかった。家賃や初期費用も相場通りになっていて、当たり前だけど事故物件を匂わすような表記はなかった。A 子が6年以上住めたのだから、もう何もないと、不動産屋も判断したのかもしれない。シンデレラはまだ確実にいるのだけれども。なぜこんなことを今更書き綴っているのかというと、つい先日数年ぶりに A 子とシンデレラの話をしたからだ。泊めてもらった翌月に、A 子からは引っ越したよと連絡が来ただけだった。シンデレラがどうなったか、聞くのが少しだけ怖くて絶えないやりとりを交わすしかできなかった。今度公開する、ディズニーの実写映画の話をした流れだった。A 子の家にいたシンデレラはぽっちゃりだったけど、映画のシンデレラは綺麗だね。ぽっちゃりだから着物が好きだったのかもね。洋服だと私の服入らないから。タンスの前いたもんね。あれはびっくりした。今はタンスの中にいるよ。いるんかい。まだ姿を見せるのか。いやそれよりついてきたってそれやばくないか。なんでついてきたってわかるんだ。A 子お前大丈夫か。矢継ぎ早に質問する私の前で、相変わらず A 子はニコニコしてた。あの後も荷物をまとめては散らかされの繰り返しで、本当に間に合わなくなりそうだった。だから持っている着物の中で、デザインや色が若すぎてもう着れそうのないものを一枚、クローゼットに置いてみた。この着物でよかったらあげる。これからは私一人じゃなくなるし子供も産むと思う。シンデレラに現れられると私は少し困る。今まで通りお互い思いやりのある距離が保てるなら、一緒に行こう。そういった次の日から荷物は荒らされなくなったから、大急ぎで荷造りを終えた。それでなんでついてきたとわかるのか聞いてみれば、ダンスを一段開けてそこにシンデレラの着物を収納していたら、たまにその段だけ開いていたりするらしい。めったにないことだし特に気にならないけど、少し開いてるとかじゃなく引き出し全開だから、シンデレラらしいなって思う。私が死んだら一緒に燃やしてもらおうかなって思ってるの。そう言い切った A 子には一生叶わないなと思った。これで A 子の人生に何かしら影があるなら取り憑かれたのかと考えた。でも A 子の生活は絵に描いたような幸せそのものだと思う。このご時世では珍しいくらいの順風満帆。夫婦仲はいいし、子供は可愛い。買ったばかりの戸建てでも霊現象は一切起きてないらしい。
衣装部屋として A 子が使ってるウォークインクローゼットの中以外は、また5年後くらいにシンデレラの話題を出してみようと思ってる。でもきっと世に聞く心霊エピソードは聞けないんだろうな、というのが私と B 美の見解。このままシンデレラには、ぽっちゃり系座敷わらしあたりにジョブチェンジしてほしいところ。こんなもんです。お付き合いありがとう。じゃあ会社に行くわ。行ってらはーい。面白かったよ。よかったで、サンクス。行ってら。ふむ、面白かった。死んだ後も意識はあるのかな？霊がいるとなるとそう思いたい。霊がいると仮定して、死んだら人間から違うものに変質すると思うよ。もう、物理的に存在しないんだから。だから、意識とか思考も価値観も全て変わって違う世界へ旅立つ。というのが持論。霊と人間を一緒に考えちゃあかんね。ただ、人間の頃の思考が強い場合は思いみたいなものは残るんじゃね？または死んだことに気がつかない場合。面白かった。A さんすげえ。すげえよかった。お買い足すたれすぎだから、今度なんかあったらそちらにすれ立て頼むぞ。俺も強くならねば。